おはようございます。って言ってももうおはようっていう時間じゃなくてお昼なんだけど、今日朝起きた時からすごい腹痛で、あとなんか胃がムカムカするっていうのかな、だったのね。お腹の痛さもさ、なんて言うんだろうな、お腹壊してる時の痛さみたいな感じなんだけど、下腹部がね、しかもお腹壊してる感じなんだけど、別にお腹壊してるわけでもなんでもなくって、ただお腹が痛くって胃もたれ、なんか胃もたれじゃないね、ムカムカする感じ。何これやだなと思って、10時からさ、カラーポップのローズ系のパレット、 C っていう名前のパレットなんだけどが再販されるから、昨日ねインスタライブとかでもね少しお話ししてたけど、どうしようかなーなんて思ってたの。私はね、あのオレンジ系の方のパレットのが欲しくって、でもそれ再販の時に買いそびれて、でまた再販されないかなと思って待ってるんだけど、ローズ系はそこまででどうしようかなーなんて思ってたんだけどさ、まあよくよく考えたら1つ16ドルだから、両方買ってもさ、デパコス系のね柔軟色とか入ってるパレットよりもよっぽど安いしっていうことで、じゃあ買おうかなって思ってスタンバイして待ってて、すぐ買えたのね。でさっき見たらまだあったんだよね。だから今回は再販で量が結構あんのかななんて思ったんだけど、10時でそれが終わったからちょっと一安心して横になろうと思って、横になって1時間半2時間近くね寝てたので、起きたらもうお腹の痛みもないし、胃のムカムカもないし、すっきり爽やかに目が覚めて、何だったんだろうって思うんだけど、寝不足ってわけでもないと思うんだけどね、いつも同じぐらいしか寝てないから夏バテかな。エアコンも毎日効いてるし、クーラー病みたいな感じなのかなと思って、であとね、きっとだけどね、毎日同じあのお肉食べてるからいけないんだって思うんだよね。やっぱりいろんなもの食べなきゃいけないなって思って、飽きるし胃に負担が来るのかもしれないって思ってね。なので今日はちょっと好きなもの食べようかなとか、違うもの食べようかなとか、いろいろ考えてるんだけど、まだ残ってるんだけどね。まあそんなこんなでお昼までねグダグダさせてもらいまして、ポミさんもグダグダしております。ねえポミな、なんで言う、おもちゃ取らないよ。ねえ取るのか。タニ君はここです。顔は見えませんけどここにいます。うん、今日はねちょびっとお買い物に出たいなと思ってるので、まあさっさか家のことやろうと思ってるんですけど、それからなんかお父さんが今日は荷物が届く、荷物っていうかコンサートのチケットなんだけど、受け取っておいてって言われてるから、それを受け取らなきゃと思ってるのね。サインがいるのかどうなのかもちょっとよくわかんないからさ、家出る時間も結構微妙なんだけど、まあ少し遅いスタートになってしまいましたが、今日も一日ねやることをやっていこうと思います。ポミはおやじみ。私ランチ食べようと思います。昨日ね夜のサラダ2種しか食べなかったの。お父さん結局さ、いろいろ食べてきちゃったからで余ってて、まあこれを今日中に2人で食べきろうと思ってるので少し食べようと思います。あとね、まあお肉あるんだけど一応チンしたんだけどね、ひじきご飯食べようと思っていっぱいあるから明日の分とでレンジチンしました。これに梅干し乗っけて食べるの私すごく好きですね。やっぱりなんか胃の調子もあれだしということでお味噌汁を作りました。大根とお揚げさんのお味噌汁ね、大根ときゅうりのお漬物を出したのでこれ食べようと思います。まあこんな感じをメインに食べようからこれは食べれたら食べようと思うんだけど、今日お父さん夜帰ってきたら少し食べてもらおうとは思ってます。昨日食べてもらおうと思ったんだけどさね、お腹いっぱいだったからしょうがなかったので、それではいただきます。5時半になるのでお買い物に出てこようと思います。宅配来ないからもう待ってられないので行っちゃおうと思うんだけど、トレーダージョーズとターゲットに行ってこようと思います。お家に帰ってきました。玄関見たけど不在とかついてなかったからまだ来てないのかな、それとも今日来ないのかな。フェデックスって言ってたからもっと早く来るはずなんだよね。フェデックスいつもね10時とか11時ぐらいにうちの前通るからさ、おかしいなと思ってるのでお父さんにもう一回聞かなきゃなと思ってます。買ってきたものほんと最低限のものなんだけど、ターゲットで食器用の洗剤を買ったのと、あともねスパークリングウォーターもうねないので買ってきた。あとこの
フェイシャルクレンジングオイル、クレンジングのオイル、今もうこんなもんしか入ってないから買ってきたのと、この前お父さんがケチャップケチャップ騒いだ時にケチャップ見たらほんとちょっとしかなくってなくなってたので、トレーダージョーズのケチャップ買ってきました。いつもうちこれ使ってるかなと思うんだけど、あんまりね、私もお父さんもケチャップ使う派じゃないからすっごい減りが遅いんだけど、このねケチャップ私すごく好きなんです。酸味が効いててスパイスしてないっていうの、ほんと素の味、なんて言ったらいいんだろうね、ストレートな味っていうか素直な味なのね。で、好きです。以上です。今6時20分ぐらいなので、洗濯物たたんでお散歩の時間までゆっくりしようと思います。今7時50分ぐらいですね。ギリギリまで宅配待ったんだけど来なかったので、お散歩に出ようと思います。今日はね、昨日いっぱい歩いてきたし、ポミくんのね、お友達教室を一周ぐるっとしてこようと思います。わぁ、風が冷たくなってる。今日は昨日のこの時間よりだいぶ涼しいですね。気持ちいいかも。あ、なんか来るよ。No? で、ワンちゃん自転車でお散歩してるんだよね。この人たちね、20周ぐらいしてるよ、あれで、いつも。ね、ポミ。そのたんびにワンワンって言うんだよね。で、隣のワンちゃんもめっちゃ怒ってるね。隣のワンちゃんね、玄関開いてんじゃないかな。ハロー。私たちが自分たちのコミュニティ出るまでの間にね、まん丸のドーナツの半周ぐらいをするんだけど、自転車お散歩のあの子に、その間に3回すれ違った。ものすごい速いの。でも結構気が散るタイプのコメターで、一点見つめて走ってるっていうよりかは、ポミ見つけると必ずウォフウォフって言うし、でそのたんびに怒られてるし、こんな狭いところあんなスピードで自転車で走って散歩しないで、もっと違うところに行けばいいのになって毎日思ってるんだよね。まあ、きっとね、すごい運動させないとストレスが溜まっちゃう子なんだろうと思うんだけど、多分ね、ドッグランとか行ったら喧嘩しちゃうタイプかなとは思うから、あんまり人気のないところをハイキングコースとか行けばいいのになとか思ったりするんだけど、まあそれはさ、私が勝手に思ってるだけでさ、余計なお世話だよって感じかもしれないけど、子供もね結構うちの周りは遊んでるし、急に飛び出したりして危ないなとも思うからさ、まあでもあれしか方法がないのかななんて思ったりしてます。今日もお友達はいないかな、ポミちゃん。お家に誰かはいるけど出てこないと思うよ。おいで。もうねんねだって、お腹いっぱいいっぱいでねんねなんだね、みんなね。じゃあポミくんも帰ってご飯にしましょう。お家に帰ってきました。もう8時半なのでね、ご飯にしてこうね。ポミちゃんお腹空いたね。じゃあポミくんご飯にしましょうね。今日もねコロコロ入ってますよ。あ、サニくん降りてきてる。さっきまでいなかったのにお腹空いたのかね。タタくんも同じだからね、一緒に食べようね。はい、お手よし、グッボーイ。ゆっくりよ、ガニガニして。いっぱい落としてましゅね、今日もね。ポミ、ここにある。ポミ。ポミちゃん、ここ、これ。あった。よーし。ヨーグルトしましょうね。グッポーでしゅ。待ってなの。お手、おかわり、もう一回して。はい、お手は？お手、おかわり、もう一回。お手、おかわり、よし。今度何回できるかチャレンジしてみる？昨日少し飽きちゃったから。ゆっくりよ。おいしいね。グッポーイ。お父さん帰ってきたね。今日はポミ優秀だった。ちゃんと車着いたら教えてくれたよ。あ、トイレ行くみたいですね。お父さん今日夜ご飯にこれチリビーンズもらったんだって、ミサに。ミサたまにお父さんの会社働きに来るんだけど、でくれたらしい。鍋にいっぱいね煮るんだよ、ミサ。メキシカン好きだからね。で、これを今から食べるそうです。お父さん、ミサのチリビーンズはどうですか？あっ、今度はレンジでチンしすぎたらしい。これね、レンジでチンするの3回目ね。
いやこれめっちゃうまい。ベーコンとなんかって言ってるな。うん、トマトもすごく効いてるし、うん、あとね、マッシュルーム入ってるんでしょ。豆がね、やらしくないよね。メキシカンに聞くともう豆ええわって感じ。くどくどしてないのね、うん、よかったね、うん、うちでは食べれないもんね。そうですね、チーズが引く感じとかも絶対食べれないでしょ。あミサありがとうね。トミ君余ったチーズね、もらうらしいよ。こんなもんでいいんじゃない。待てうわ、くっさ。おい、これくっさいよ。お父さん今食べたじゃん、自分。いいの、よし。美味しいか、これ。ちっちゃいでしょ。チーズ好きだよね。よかったね、ポメタもらえてね。お土産さんね、嬉しいね。もう食べ終わったんじゃない？多分必死で皿舐めてると思います。今日もね、インスタライブしてたんだけど、途中でお父さん離脱してパンツの中に手入れて横なっておりますけど、何これ。もうお父さん12時過ぎたからお風呂入ろうね。はい、行きましょうね。寝ちゃうよ、その状態じゃ。今の返事の仕方は怪しいもんね。結局こうなりました。お父さんのお腹とサニくんのお腹が同じ感じですね。マンタくんもしょうがないね。トトくん、おやすみ、寝ちゃーい。トトくん、朝も夜もこれもらってるから、タニくん多分来ないね。よかったね。タニくん、ちょっとお腹ポンポコリンだからさ、あんまりトトくんのご飯食べないようにしたいからね。ありがとうね、トト見守ってくれてね。それからお父さん、今日はソファーで寝るみたいだから、見ててあげてね。お父さん悪いするんだよね。トト、いつもお父さん悪いしてるよってママに教えてくれるんだよね。まずソファーで寝ることが悪いらしいけど、いつもいつもいつもみんなの子供出てくれてありがとうね。ね、今日も一日ありがとう、とうとう。ゆっくりねねしてね。おやじみ、おやじみ、おやじみ。マリくん、おやじみ。どうしたの？なんかちょっとこっち寄りだね、今日。いるからか？さっきお腹ペロペロしてたじゃん。キレキレしてたの？タニくんね、お腹がお父さんみたいにポンポコリになっちゃってるから大変だ。タニくんもね、今日は鳥見てねんねしてかくれんぼしてねんねしてたんだよね。鳥見るのにね、ママのね、洗ってあるブラシのとこ乗ってね、全部ブラシ落としちゃったし、ママが近がないで片付けないからでしょって。はい、すいませんでした。今日も一日ありがとうね、タニくん。ゆっくりねねしてね。おやじみ、おやじみ、おやじみ。タニくごっぽー。おやじみ、ぷみくん、おやじみ。ずっとお父さん今見てますけど、いるの。しょうがない、お父さんいるんだよ。お父さん今日ここでねんねなんだって。なポミ君見ててあげて。お父さん夜中おちこたいよって言っておちこ行ったりするから転ばないように見ててあげてね。お願いしますね。ポミのがお兄さんでしょ、一番こぶお父さんだもんね。今日も一日ママと一緒にお仕事お手伝いしてくれてありがとうね、ポミちゃん。いっちも助手してるんだ、ありがとう。明日何して遊ぶ？ガニガニ取り合いっこする？じゃあまた明日も遊ぼうね。今日も一日ありがとうね、ポミちゃん。ゆっくりねんねしてね。おやすみ、おやすみ、おやすみ。ポミクグッポイ、おやすみ。ということで、今日もお父さんをこのまま放置して寝ようと思います。あけみさんに、そんなところで寝るから腰痛めるんだって言われるよって言ったら、バレないって言ってました。バレてるよね。バレバレなんだけども、最近仕事忙しいみたいだから、すごい疲れてるのはわかるけど、だからこそ一日の疲れね、リフレッシュしてお風呂入ってベッドで寝ればいいのになと思います。でももうね、そこまでたどり着けないんだなってのもわかるからさね、自分もね、クタクタになるまで働いたりしてるからね、一番心地よいね状態でお休みになってもらおうと思います。では私は2階に上がろう。本日も無事にベッドに入りました。
ただいま2時過ぎですね。今日もインスタライブしてたんですけど、お父さん帰ってくるの遅かったしと思って。ライブ終わったのも12時過ぎてて、それで私、まあお父さんとね、多少バトルして起こしたりなんだりしたんだけど、結局動かなかったから、でお風呂入ったりしてたので、ちょっとまだね、時間遅くなっちゃったんですけど、本当にうち夜が遅くて、で最近はねすごく早くなったの。お父さんが帰ってくるのが日付またいじゃうっていうことがもうほとんど毎日だったから、彼が12時過ぎに帰ってきて、それからわちゃ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 いろいろしたりとかして寝るから、まあ、だいたい2時3時で、で私お父さんより後で寝るから、絶対に日がね昇ってきそうな時間まで起きたりとかっていうことも多かったので、それに比べたらね、その日のうちに寝れるっていう日も増えてるから、だいぶ早くなったなとは思ってます。今日は一日宅配便を待ってる日だったんですけど、帰ってきてお父さんにちょっと確認してって言って確認してもらったら、全く配達状況が変わってないって言ってて、いつ届くかわからないから、まあそれでも明日とか、まあ土曜日も配達してると思うので明後日中には届くとは思うんですけど、気にしてあんまり外出られなかったりとか、他にも用事済ませたいなっていう時は宅配便待って一日どうしようかなってなっちゃうとね、いろいろ進まないので、明日にはね、来てくれればいいかなとは思っております。明日は週末 YouTube ライブをやろうかなと思っている日ですので、 Vlog はお休みさせていただいて、今月のイプシーバッグのビデオがスケジューリングされておりますので、ご興味のある方よろしければそちらもご覧ください。そして YouTube ライブですね、何時ぐらいになるかなとは思っているんですが、お父さん帰ってくる状況にもよるとは思うんですけど、インスタライブも昨日も今日も9時とか9時半ぐらいから始めてると思うので、ちょっとねいつもよりは開始時間が遅いかもしれないんですけれども、私にとってもね週に1回のすごくね楽しみなことなので行おうと思っておりますので、お時間のある方よろしければライブにも遊びに来てください。あまり遅くならないうちに私も休もうと思いますので、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。